はいえー、それでは呼びかけをさせていただきたいと思います。えー、5月9日のです、ね、まん延防止等重点措置を実施して以降、えー、新規感染者数は減少傾向が見られます。これは県民の皆様、事業者の皆様が苦しい状況の中、ご協力いただいた結果であり、えー、心から改めて感謝申し上げたいと思います。一方で、病床占有率は35%前後。 重症者用病床の占有率は20%を超える状況が続くなど、医療体制への負荷は厳しい状況が続いています。医療体制への負荷が続くと、通常医療へも影響を及ぼし、市長や関係機関の皆様のご協力により進んでいるワクチン接種を妨げることともなるため、ここでしっかりと感染の減少傾向を確かなものとしていく必要があります。 また、愛知県や大阪府など、近隣府県において緊急事態宣言、岐阜県においてまん延防止等重点措置が延長されるなど、予断を許さない状況が続いており、感染を広げないためには、面的、広域的に取り組んでいく必要があります。こうした状況の中、感染を抑え込むためには、まん延防止等重点措置の延長が必要であると考え、政府と協議を続けてまいりましたが、 6月20日までの延長が決定をされましたので、これに合わせ、三重県まん延防止等重点措置についても、期間を6月20日まで延長をいたします。今申し上げましたとおり、三重県のまん延防止等重点措置につきましても、6月20日まで延長をさせていただきます。県民のの皆皆様、様事業者の皆様にはです、ね、引き続き続心苦しい お願いをさせていただくことになりますけれども、今申し上げましたとおり、医療提供体制、これへの,の負荷を下げる、それによってワクチンや通常医療、これを進めていく、そして、えー、東海3県で面的に対応していく、まあ、そういうようなことについての趣旨にご理解をいただき、引き続きのご協力をお願い申し上げたいというふうに思います。ししたとまが今申上げり 感染者数については、これ、1日平均、この1週間の1日平均ずーっと来てまして、今週25.7人ということで、県民の皆さんのご努力のおかげで、ご協力のおかげで、まあ、こういう形で減少傾向にあります。一方で、病床使用率については、こういうピークなどとです、ね、比べますと、下がってはいるものの35%、でまた、重症病床使用率につきましても、このピークと比べますと下がっておりますが、21.3%で、 余談を許さないいいい状況が続いてまいますす次お願いしますこれが政府の指標によるモニタリング指標でありますけれども、この病床使用率がステージ3、そしてこの入院率はですね、今日改善しまして、ステージ3から脱却をしたという形になります。それから重症病床の使用率がステージ3ということで、まあ、このそれ以外の指標については、ステージ2になっているところでありますけれども、 今申し上げたように、医療の負荷がまだ高い、それから面的に対応していく必要がある、そういうことで、えー、措置を継続したいと考えています。次お願いします。今申し上げたとおり、20日まで延長ということであります。次お願いします。要請の内容はあの、基本的に今までと同じです、えー。ここにありますとおり、20時以降、飲食店に乱れに出入りすることは避けていただく、大人数、長時間に及ぶ飲食は避けていただく、で日中も含めて、 外出や移動を避けていただく、生活の維持に必要な場合を除いてで、県境を超える移動も避けていただく、生活の維持に必要な場合を除くで、県外の皆様にも生活の維持に必要な場合を除いて、三重県への移動を避けていただく、次お願いしますで、えー。飲食店においては営業時間の短縮、それから重点措置区域、12市町の飲食店においては酒類の、種類の提供を行わない、またカラオケ設備の利用の停止。で 飲食を伴わないカラオケボックスなどについても、えー、カラオケ設備の利用停止でまた床面積1000平米を超える、まあ、こういう施設での営業時間の短縮映画館は21時までになりますまたオンライン会議テレワークを推進していただくことです次お願いしますでこれがあの政府からもありまして少し新しいところになりますけれども6月1日からですね結婚式場において 営業時間の短縮、カラオケ設備の利用停止、12市町においては酒類の提供を行わないで、ホテルや旅館において結婚式を行う場合も同様というふうになります。で、これにつきましては、全面的にご協力いただく事業所につきましては、協力金を支給していくということにしたいと思います。次、お願いします。ワクチン接種ですこれについいてて午前中も少しし説明をさせたただきましたが えー、7月末までのですね完了をしていくために、ですね県が関与する形で、えー、3つの、ここにありますとおり、会場で、えー、集団接種を行います、合計3万1220回分の接種を予定をしております、それぞれですね予約は、ですねそれぞれの市一町、ここに書いてあります で予約を受け,付けております受け付けますので、えー、そちらの方に予約の方をお願いをしたいと思います。併せて、えー、ワクチンが余った場合、医療従事者、えー、それから、えー、と高齢者接種で余った場合に、県民の皆さんに、えー、透明性を持って、こういうふうに活用させていただきますよということを、えー、県独自の方針をですね、えー、近いうちに、まあ、来週月曜日になると思いますが、えー、お示しをしたいというふうに考えています。えー、次行きましょうか。 でえっと、社会的検査につきましてはこの重点措置の12市町プラス都市で行っていまして対象施設のうち約7割の509施設で2万752分のお申し込みいただきましたので順次実施をしておりますまだ陽性の方というのはありませんで、えー、今日からあの受付を開始しますが外国人を雇用する一部の事業所構造的に 感染に繋がりやすい環境にあります。あるところが一部の事業所で見られますので、抗原定性検査キットを配備したいと思います。次お願いします。ここにありますような支援金をですねそれぞれ協力金え、これまでやってきたものを継続し、あるいはこの6月中旬に観光の部分について公表していきたいという風うに思っています。はい、次お願いします。 で認証制度についても、まあ、こういう形で、えー、安心エリアは運用開始をしておりますし、観光関連の認証制度も創設をいたします、それからさらなる感染防止対策に取り組む事業者への支援も行ってまいります。次お願いしますというふうに、えー、申し上げたとおりでありますが、えー、あの県民の皆様にはです、ねあの、引き続き、えー、心苦しいお願いを続けることになりますけれども、 何とぞご協力をお願い申し上げたいと思いますし、この5月9日からのです、ね、適用期間においても、県民の皆さんの努力が実を結んで、あの感染者の減少につながっているということですので、あの努力は必ず成果につながるというふうに思っておりますので、ぜひ、えー、一緒にです、ね、取り組んでいただいて、感染を抑えていく、感染の減少傾向を確かなものにしていく、そういう形でよろしくお願いしたいと思います私からは以上です。